はいはい、皆さん、こんちゃっす、けんそうチャンネルのけんです。マインクラフト、まあ、前回、基本いつも1個目だ。テスト配信で、まあ、普通にね、参加できるっていうことが確認できたんで、今日から、マインクラフトね、第1回目の参加型ライブという形でやらせていただきます。で、ちょっとね、前回もね、なんか、ちゃんとマイクロソフトのアカウント取ってても、入れないっていう方がいたので、どうなんだろう、そのあたりはもうね、どうしようもできないんで、こっちでは。参加できない方はごめんなさいっていう形で、引き続きね、前回のワールドでやらせていただきたいと思います。何植えるこれ。畑は。お猫野郎さんいらっしゃい。ペコペコ。まあ、深夜に任せるか。俺はとりあえず何しよっか。木とか切ってたんだよな。で、一応まあ、個人個人の家作ってチェストとかに自分のね、使ってほしくないものは自分の家に入れといてください。基本的に人の家には入らないようには言ってるんで。で、ここの、なんか倉庫みたいなとこはみんなが共通して使っていいやつなんで、なんか余ってるもんとかあったらここ、入れといてくれたら新しく来た人が使えると思うんで。はい。光さんぜひぜひ、光さん前回来てくれたよね。入れると思うんで入ってきてください。で、入れなかったなんか人数がもうマックスになってるから、そしたら、人数マックスで入れないって教えてください。人数増やします。よっ。うん、猫うさぎさん、亀の帽子が欲しいから頑張ってくる。怖い。キャラ怖いんだって。これダイヤ出したの？なんでダイヤ持ってんの？で、なんでダイヤ持ってんの？もうすでにすげえじゃん。シルクタッチ持ってんの？何？え、すごいんだけど。チートとか使わないでね。チートとかコマンドはやめてね。今オフにしてるからできないはずだけど、なんかできる人もいるからな、中には。うん、うん。けさ。はいよ。荒野0000って出版して。バン？なんで？もうチート使ってんの？小屋さんなんかチートを使ってるらしいんで。聞いてるやろ。バーン。俺は勝負。してる？ああ、うん。チートだ。はい。チートチート。はい。この人か。小屋さん。これでいいの？スラッシュ版小屋さんでいいのかな？小屋000か。いいのかな？めっちゃ殺されてんだけど。これできた？バンできた？痛いんだけど。ゆっくり赤嫁さん、虫さん俺を取りになってゾンビネザーに行かせる、うん、ゾンビネザーに行かせる。これできてないじゃん。俺バンの仕方違うのかな。もうチートの人来た。もうこのモブを会場に出したんだ。めんどくせえなぁ。赤嫁さん、ゾイツ世界最強のモブ。そう、ゆっくり食べ物か。赤嫁さん、もしかしたら、チートゾンビの後中消えたの水中ゾンビなった説かな。チートゾンビの A が、水中ゾンビ、いったなんだよ、一発で死んだんだけど。あ、何これ。ねえ。これ何？あー、これあれだ。チーターが暴れてる。まず、ミルクさん、消えない。うん。またチーター来たの？まず、ミルクさん、BAM された？なんかぜー、チーター来た！配信できねえじゃん、これ。これメインメニューに戻っていいのかな？メインメニューで一回閉じて。はい。これどうだろう？人数増やしたけどみんな入れる？どうなんでしょうか？大丈夫だと思うんだけど。よ。猫うさぎさん、だけど理不尽キルで死んだ時の絶望がやばいよ。まあ確かにね、理不尽キルはやばいな。困ったね。バナナさん、招待お願いします。何これ何これ、なんか俺変なとこ来たんだけど。ゆっくり。ね、赤嫁さん。なんか変なことされてる。またなんか俺、なんかチートされてる。これ何のチート？なんだこのチート配信。これ何のチートなの？助けて、暗いよ。暗いよ。これ配信できないな、マイクラ。
やばいな、チーターが来てもう全部ぶっ壊していくな。対して、はい、ちょっと待って、もうそれどころじゃないんだよ。なんだよもう、クリエにしたよ。小枝さん、真っ黒。何これ、子猫さんさん、やり直すしかないけどさ、ちょっと待って、ごめんなさい、これみんな大丈夫なの、これクリエになってんの、大丈夫。ちょっと待って、みんなクリエになっちゃったよ。なんだよ、もう普通にできねえじゃんよ。学問教科これ、もうチートに次ぐチートだよ、怖いんだけど、みんな。なんだ、小枝さんの家壊れるしさ。トマト君さん、動画見てきました。あ、動画見てきた、ありがとう。けど、なんか配信これできないかもしんないよ。なんか、チーターの人めっちゃやってくんな。なんだよ。やばい、なんかまたやってきてる。小枝さん、ジン、うぜえ、もうこれ誰がやってんだろう。ゆっくり、ゆかゆめさん、ルインされたね、全員。これ誰がやってんだろう、これ。え、もうこれ動けないな、これ上上がれないよ。上がれる？あ、上がってる、上がってる。あー、あったよ。まず、ミルクさん、ポンポン。重い？あー、普通ね、だと重いのかな。小枝さん、落ちる。けど上に上がってきた。なんかもう床とか全部ないよ。赤嫁さん、世界が消えていく。あ、そういうチートなんだ。もうこれダメだな。これ誰がやってんだろうな。困ったね。知らない人どれだろうね。わかんないな。とりあえずだって次の世界やってもあれなのかな。トマト君さん、同じことされちゃうのかな。なんかこれ対策ってあんのかな？やっぱ無理なのかな？世界が消えていくね。やばいぞ。みんなこれ上上がれてるのかな？どうなんだろう。けどさ、俺さ、こういう配信しててさ、結構、まあ今始めたばっかだからいいけどさ、結構やっててこれされるときついね。小枝さん、ひどすぎる。やばいな、この人ら。誰がやってんだろうね、と、わかんないんだよな、これ。けど、まあ、これはこれで。さっきから、赤嫁さん怪しすぎやろ。いや、赤嫁さんはやってない。赤嫁さんはやってない、やってない。赤嫁さんはね、やってないと思うよ。ゆっくり赤嫁さん、セカンドインパクト。起きてるね。狼さん。やばいことだったな、これ。え、けどなんか世界止まったよ、世界止まった、セカンドインパクト、笑わん、もう違う、エヴァンゲリオンだよこれ、エヴァンゲリオンみたいになってんじゃんよ。トマト君さん、やっぱり信用できる人としかしないことが一番の対策ですかね。そっか、配信は無理なのかな。だからなんかここにいるけど、もう動画とかでやるしかないのかな、プライベートで。やばい痛すぎるんだけど。ネコウサギさん、二人だけずっと次起きること予想的中してるの？やだよもうこれ配信できねえな。まずミルクさん、ダメだこれ。無理だね、今の耳が壊れるね。狙われちゃってる、チーターの人に。